はい、こんにちは、りほこです。はい、今日はポケモンカード買ってきたので、こちらを開封していこうと思います。今回はこちらのスターバース、こちらの1箱と、あとはコンビニで5パック買ってきたので、そちらを開けていこうと思います。まあ、こちらのね、アルセウスのカードが出たらいいなとか思いつつも、一番欲しいのはエルフーンのV スターのカードになってまして、これが出たらいいなーって思っております。で、ポケセンでもうトイレも我慢して並んで買ってきたんですけど、ポケカだけ買おうとしたら、このミミロルの前髪クリップも買ってしまいまして、かわいい。絶対こんなボンボンつけてたら邪魔だろうって思うかもしれないんですけど、めちゃめちゃ可愛いんですよね。ミミロルの頭。はい、というわけでカードを開封していこうと思います。はい、というわけでですね、こちらですね、ポケカ買ってきましたので、1ボックスと、あと5パックですね、買ってきましたので、こちらを開封していこうと思います。で、今回私が欲しいカードが、特に欲しいカードっていうのかな、が、こちらのエルフーンの V スターのカードと、エスパーデッキ作ってることもあって、エスパータイプだったし、割とね、強そうかなって思ったので、このエルフーンが欲しいなっていうのと、あとはですね、こちらのこだわりベルトですね。こだわりベルトがね、3枚4枚くらいは出たらいいなと思っております。まあ出るのかわからないですが。で、このカードがポケモンにつけてると、相手の部位のダメージにプラス30されるんですよ。ということで、私はこのカードを、こちらのドラッパルト VMAX、につけて使いたいなと思って、ちょっとこだわりベルト今回欲しいなと思ってます。そうすることによって、この大ファントムですね、威力130しかないんですけど、プラス30。しかもね、ダメ缶5個を相手のベンチポケモンにつけられるので、かなりね、このドラパルト VMAX 強くなるんじゃないかなって思って、ちょっとこのね、ドラパルト VMAX、せっかく手に入れたはいいけど、デッキに入れてなかったので、この子をちょっと使いたいので、ベルトがね、出たらいいなと思っております。はい。というわけでですね、まず、こちらの5パックの方から開けていこうかな。仕事の前にコンビニで買ってきた5パックの方、ちょっと開けていこうと思います。発売日が昨日で、今日買ったんですよ。売り切れてるかなと思ったんですけど、買えてよかったです。というわけで、こちらを開けていきますね。1パックずついくか。いきまーす。はい。タマヨール。オリンク。ビオール。お、リザードン V! リザードン V 出ました。あと、ダイノーズって感じですね。エスパーエッキ作ってるので、紫欲しい。次。せーの。はい。おジリーン、クイゼル、モッツル、ドライトス、トロピウス。はい。あ、ポッチャマかわいいポッチャマかわいいな。ニューラ。あおシュエイミの V スター出た。おー。てか、マナフィ出たんだけどマナフィこれ、この波のベールってやつですね。このマナフィがいれば、自分のベンチポケモン、相手のダメージ受けないっていうことで、これ欲しかったんですよね。かわいいし、嬉しいな。これ嬉しいですね。ダブル嬉しいやつ。あ、これ新しいカードじゃないですか。嬉しいですね。はい。あ、まあ、通常バージョンだけど、シロナさん出ましたね。うん。嬉しい。そして、こっちの箱の方を開けていこうかな。こちらが30パック入ってるので。こんな感じですね。こちらを開けていこうと思います。まあ、なかなかね、欲しいカードっていうのは手に入らない。はい。あ、チラミーかわいい。あ、なんかキラキラしてんの見えてる。キラキラしてんのが見えてる。ベトベタ。うわー出たーネオランド出たちょっと最初に言ってなかったけど、これ、うわー出たー嬉しいわー嬉しいし、シロナさんも出た。あー、びっくりしたー。嬉しい。ベルトないじゃん。ベルトーちょっとネオラントめっちゃ嬉しいんだけど、どうしたもんかね。いきまーす。あ、キラキラしてんのが見えてる。豪華ザル。ドダイトスきだけども。好きだけども。次。はい。ギャルめっちゃ出てない？ムクバード。あー、キラキラないです。あー、ベルト出た！ 1 枚。1枚目のベルト。まあ、これでね、ドロップアウトにつけたいんです。これ。こうやって戦いたい。あー、ベルト出た。胃が痛い。はい。はい。あ、ガバイ。チラーミ。あー、待って、キラキラしてんだよ。うわ。あー！ちょっと嬉しい！え、マジ？時止まった。いや、ネオランドと RSV した。で、これ、え、マジ？え、やったー。やべえ。いや、出ると思わんかった。ちょっと、嬉しい。いや、エルフン欲しいって言ったんですけど、まあ、一番はやっぱアルセウス欲しいですよね。欲しいよ。欲しかったんですけど、まあ、出ないと思って、エルフン欲しいって、2番目に欲しいもの言いました。はい。はい、全然関係ないけど、最近クロノトリガーやってて、これ、クロノトリガーのロボに似てる。サマイオール。あー、待って、キラキラしてるから。ここの下、深丸の下。せーの。はい。あー、シェイミ2枚目？シェイミだ。シェイミ2枚目。せーの。どんどん行くぜ。ガンガン行こうぜ。はい。あー、キラキラしてる。ここ。突対し、リオール。あ、ボスの知り合い、赤木様、マナビーも出た。赤木様、私の過去の男。いやー、嬉しいな、これ。ボスの指令使いますからね。赤木様のボスの指令出ました。嬉しいな。あー、ほい。なんかこれかわいい、ブーバー。ポケカってこの開けてる瞬間が楽しすぎる。なんでこんな楽しいんだろう。しかも、待って、私チェレンめっちゃ好きなんですよ。チェレンめっちゃ好きなの。チェリンだって。チェレンがめっちゃ好きで嬉しいな、これ。と、リザードンが出た。はい。はい、ベトベタ。フォーカザル、ヒーガニ、ハイパーボール。あ、ハイパーボールいるね。はい、はい、ハイパーボールガメール打撃。あって、またキラキラしてるけどどうだろう。夜回る身の持ち。あー、シェイミー。え、シェイミー出過ぎじゃない？待って、これちょ、これと、あ、シェイミ V スターが2枚とシェイミ V が1枚か。うおー、すごい嬉しいよ。次。はい。投げき。へい。待って、超キラキラしてるのあるんですけど。これ。何これ。マジ？次。やばばばい。やばばばいなんですけど。え？これ、マジ。買ってよかったな。せーの。はい。炎エネルギーを1枚トラッシュしなければ使えない。炎を使わないから、もしかしたら使わないかもしれない。はい。せーの。はい。ヒコザル。あ、なんかまた入ってる。ピッピ、カメさん。ああ、ドンカラスの話さっきしてたんですよ。職場の先輩にポケ勢がいて、ポケ課勢か。ドンカラス V のなんかデッキ作りたいみたいな話してて、出ましたね。イエーイ。先輩に自慢しよう。はい。リアル、リッパ。あ、待って、普通に可愛いんだけど、これ。え、可愛い。可愛い、嬉しい、可愛いやつ。紫ってなんでこんな可愛いんだろう。エスパータイプすごい可愛い。可愛さがすごい。うわー、残り4パックになりました。マジか。もしかしてエルフーンはないかな。ガビン。開けます。はい。ゴブリット、ムックル、キノココ、エンペルとミネバーナ。あ、ちょっとベルトも1枚やん。はい。ブレイズル、たまたま1個、ザルベトベトン、チェレン。はい。チラーミー、ナウドバと美味しい水ゴーグル。ちょっと待って、最後なんだけど。マジかー。はい。待って、最後の賭け、キラキラが見える。ナエトル、ピッピ、ガバイト、ライチュウ、マナフィー。はい。というわけで。でもすごい嬉しい。アルセウスが出たからちょっとめちゃめちゃ嬉しいけど、これネオラントも出たのか。そっか、ネオラントも出たから嬉しいけど、エルフーンちゃんなかったな。エルフーンちゃんは出ませんでした。ちょっと一旦これを整理します。はい、という感じで今回出た V と V スターはこんな感じになっております。はい。ちょっとね、中でもやっぱりこちらの RSSV スター UR がめちゃめちゃ嬉しいですね。まさかの出てしまったこちらがとっても嬉しいのと、これですね。これが嬉しい。あとは、エルフーンは出なかったんですけど、もう今回ね、話題になってるネオラント V の方も出たので、結構嬉しいなと思っております。はい。で、こちらと、あとは、エスパータイプ。私の大好きなエスパータイプはこんな感じになっております。チリーン結構可愛いな。で、そして、これ、ヨノワール可愛いから使いたいかなって思っております。やっぱエスパーのデッキ見てるだけで癒されるので、これは使っていきたいですね。あとは、マナフィー。マナフィーが3枚出たのと、これ嬉しいやつ。あとは、こちらですね。そう、最初に言っていたこだわりベルトは1枚だったんですけど、こちら普通のシロナさんだったり、ハイパーボールだったり、このバックアップのカードですね。ポケモンとポケモンの道具とスタジアムとエネルギーをそれぞれ1枚まで選んで山札に戻せるっていうことで、これもね、結構嬉しいのと、ボスの指令も結構使うカードなので、大好きな赤城様が出たのがすごい嬉しいなと思っております。あとはチェレン。チェレンも私すごい大好きなので、出て嬉しかったなと思っております。という感じで今回出たね、カード、ポケモンの開封動画、こんな感じになっております。はい。ちなみに今回ですね、こちらのダメ缶ケース、アルセウスのやつですね、ヨドバシカメラで買ってきたので、これにダメ缶をね、入れて使いたいなと思っております。今ダメ缶ケース、こんなね、100均で買った袋に入れていたので、せっかく買ったので、ちょっとこちらにね、入れたいなと思っております。お、なんかいい感じ。こんな感じで使おうかなと思っております。はい。という感じで、今回の動画は以上になっております。今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたします。